アウルスセナートは、ロシア国営の波によって開発された高級車である。アウルスのブランド名は、オーラ、オーラム、ラスを掛け合わせた造語である。2013年からプロジェクトが開始され、波の他に、ソラーズ、ボッシュ、ポルシェエンジニアリング、ライアズなどが開発に参画している。このブランドでは、EMP と呼ばれる統合モジュラープラットフォームから、セーダン、スポーツユーティリティビクル、 MPV を派生させる計画であるが、その最初の車種がセナートである。セナートには、ポルシェ開発の 4.4LV 型8気筒ツインターボガソリンエンジンが搭載される。ロシア連邦警護庁ではそれまでのメルセデス・ベンツ、W221 プルマンに変えて、セナートを使用する。装甲化されたリムジンは二千十八年五月七日の、ウラジーミル・プーチン大統領の四期目の就任式にて、 大統領専用車として披露され、5月9日の軍事パレードでは、関越用のオープンカーが登場した。民生用世代のコルテージは2018年8月開催のモスクワ国際モーターショーで正式発表された。2019年6月に開催された第14回20カ国地域首脳会合においても、複数のセナートが日本に持ち込まれ、2019年8月の モスクワ国際モーターショーで中国をはじめとして、中東や欧州の顧客向けに販売を開始した。ありがとうございます。